皆さんこんばんは、松尾ゆきみです。ビューティーキャンプ5日目が終了しました。いくつかフェイスブックで質問があったんですけれど、一番多かったのが彼氏はいますかという質問でした。そんなこと聞きたいですか？ぶっちゃけ話したくないんですけど、あ、彼氏いたことありません。常に二次元の男の子が彼氏でしたね。ガチオタなんですよ本当に。はい、恋人もいないし、リアル三次元で今恋人募集もしてなければ好きな人もいません。なんか悲しいな。悲しくない、悲しくないですよ。私はディスプレイの向こう側にちゃんと恋人がいるので、キモいとか言わない、そこ。はい、これで質問の答えになってますか？本当ですからね、一応嘘ついてませんからね。まあ、あとはご自由にお任せします。ご想像はご自由に。でもう一つが、私の開脚の画像を見て、開脚は僕でもできますかっていう風なコメントが多かったんですけど、開脚は100人やれば100人できます、絶対できるようになります。ただ男性の方の方が股関節が硬いっていう風な情報も仕入れてまして、やっぱり女性に比べて男性はちょっと辛いみたいですね。でも私が知る限り、その100人中必ず100人は開脚できるようになりますし、将来ね、介護の心配とかある方は必ずやっておいた方がいいと思いますよ。歩きとか姿勢に絶対支障が出るのでね、股関節硬いと。で、私が肉離れして、で最初の頃はその肉離れしたのが1ヶ月前だったんですけれど、その肉離れして当初の頃はもう本当に前屈しても手が膝ぐらいまでしか届かなくて、これはまずいなと思いながら、本当に、まあ、2週間は絶対安静で、それが終わってからもう本当に必死で、かなり柔軟体操と開脚できるようになるまで、ストレッチとかたくさんしましたね。で、あまりフェイスブックにこのトレーニングしてますっていう記事が書かなかったのは、書けなかったんですよね、そのあまりにも辛くって。もう本当に泣きじゃくりながら、もう本当に吐き気するほどの痛みと戦いながら開脚は練習してたんでね。ただそういうシーンを見ても誰も楽しくないなと思って、泣き言なんて記事見て面白いと思わないじゃないですか。どっちかっていうと頑張ったでしょみたいな、そういう結果を見せたいなと思ってちょっと黙ってました。はい、いきなりできるようになったわけではないです、もちろん。私もめちゃくちゃ痛いなって思いながら頑張ってました。なので、はい、今は痛くてもやっぱり絶対健康のためには必要な関節の部分なのでね、人間が一番大事な部分って言っても差し支えないぐらい中心の部分なので、できれば健康な状態、柔らかい状態を維持してあげてください。まあ、ゆきみからのアドバイスでした。明日から、はい、セブ島行ってきますので、ちょっと、Wi-Fi とかの環境のあれで動画すぐにアップできないかもしれませんが、できるだけ綺麗なオーシャンビューを背景に動画撮ってきたいと思いますので、楽しみにしててくださいね。はい、というわけで今日もおやすみなさい。